今回は脳が硬い凡人には解けない問題を15問出題していくぜ。10問以上解けたらトップレベルの柔らか脳だから、10問以上解けるか挑戦してみてね。それでは早速第1問、画面を見てくれ。この2つの文が成立するように、それぞれの〇〇〇と、四角四角四角に共通する文字を入れてくれ。この丸と四角の数はヒントになる？もちろんだ。それぞれ3文字ということだぜ。動画の固定コメントに、おすすめのクイズの解き方が書いてあるから、解く前にぜひチェックしてみてくれ。シンキングタイムスタート。ストップだ。二つは正反対の文章なのに、どちらも正しい意味になるなんておかしいわね。そこで柔軟な発想が必要だぜ。言葉にいくつか意味があるから、どちらの文章でも成り立つみたいなこと？熊は動物ですと、熊は動物ではないみたいな感じで、同音異義語を当てはめるとか。なるほど、いい発想だな。しかしだ霊夢、それでも確かに一見成立しているように見えるが、回答としての欠陥があるぜ。え、そうなの？ああ。霊夢は同音異義語を別の意味で捉えさせるためにカタカナで表記したが、それだとどちらの意味で熊が使われているかは客観的にわからないだろ？確かにそうね。文を見た人によって熊の解釈が入ってしまうわね。その通りだ。この問題の回答は客観的に見ても成立するぜ。つまり、誰が見ても解釈の余地なく成立するということだ。そんな文字はあるかしら？ヒントを教えると、それぞれの文章の違いに着目することだな。違いって、ですと、ではないしか。あ、文章そのものが違うのがヒントってことね。つまりこの文についての説明にすると、意味が違ってもおかしくないわ。そして、違うのは文字数。この文は9文字ですと、この文は9文字ではないだと成立するわ。正解だ、素晴らしいひらめきだったぞ。やったわ、他にも意味が通じる言葉はありそうよね。もし思いついたらコメントで教えてね。では第2問、とある夫婦の問題だ。妻は古い雑誌を捨てようとまとめていた。すると夫がどうせ捨てるならストレス発散に1ページずつ破りたいと言い出した。しかし妻は、そんなことできるわけないでしょと答えた。どうしてできないと言ったのだろうか？雑誌なんて簡単に破れるわよね？一体なぜかしら。シンキングタイムスタート。ストップ。冷静に考えてみたら、簡単だったわ。ほほう。霊夢の答えを教えてくれ。雑誌の1ページは紙の片面だけだから、1枚破ったら2ページ破ることになるわ。だから1ページずつ破ることは不可能ってことね。大正解だ。それにしても、奥さんももう少し優しい言い方をしてあげてもいいのにね。ストレス発散に雑誌を破りたくなるのも少し納得だわ。言われてみたら確かにそうだな。第3問は定番のマッチ棒パズルだ。画面を見てくれ。100m と置かれているマッチを2本動かして、1cm にしてくれ。今回はマッチ棒だけで表現するという使用上、本来は小文字の単位でも大文字を使うことにするぜ。この m はメートルを意味するってことね。シンキングタイムスタート。ストップだ。回答をお願いするぜ。三つ目のゼロの右の一本を動かせば、C になってセンチメートルに見えるんだけど、10センチになっちゃうわね。あ、一本戻さなきゃならないから110センチかしら。1センチどころか1メートルも超えているな。あ、100センチで1メートルになるわね。あれ？ちょっと待って、100センチで1メートル。あ、そういうことね。何かひらめいたか？1センチメートルも単位を変えるといいんじゃないかしら？ミリメートルに直すと、10ミリで1センチになるわ。つまり3つ目の例の上下の2本を動かして、M を作れば10ミリメートルの完成よ。お見事、正解だぜ。やったわ。これで3連続正解だな。その調子で頼むぜ。第4問だ。目の前に天使と人間と悪魔の3人がいるが、どれが誰かは外見で判断できない。天使は必ず真実を語り、悪魔は必ず嘘を語り、人間は真実も嘘も語る。三人それぞれにあなたは誰かと尋ねると、A は私は人間じゃありませんと言った。B は私は悪魔じゃありません。C は私は天使じゃありませんと言った。ABC はそれぞれ誰かを当ててほしい。え、難しそうね。シンキングタイムスタートだ。
トップ。正直者と嘘つきの問題はよくあるけど、今回はどちらにもなる人間がいるから難しそうだわ。そう最初から諦めるな。10秒は厳しいがゆっくり考えてみてくれ。まず A の人間じゃないは天使なら真実だから丸。悪魔は嘘だから×。でも人間なら嘘でもいいから丸。うわぁ、やっぱり人間が邪魔ね。そこだけ切り取ると過激な発言だな。B の悪魔じゃないは天使なら真実で丸。悪魔も嘘だから丸。人間は今度は真実になって丸ね。じゃあ C の天使じゃないは天使だったら嘘になるから×。悪魔だったら真実になるから×。人間は真実だから丸。あ、C は人間しか当てはまらないわね。その通りだ。今のでかなり答えに近づいたぞ。では他はどうだ？あとは簡単ね。天使は真実しか言わないから、私は人間じゃありませんと言った A は天使ね。消去法で残りの B が悪魔だわ。その通り、問題文を見ると混乱してしまうが、解いてみたら意外とシンプルな論理クイズだぜ。これで4問連続正解だわ。このチャンネルでのトレーニングの成果が出ているな。どんどん記録を伸ばしてくれ。第5問。A 君、B 君、C 君の3人は同じ部活で、校舎の周りをよく走っている。A 君が2周する間に B 君はちょうど3周、C 君は4周のスピードで走ることができるとすると、3人が同時にスタートしたら次にスタートラインで3人が一緒になるのは A 君が何周した時？これは計算が必要な問題ね。シンキングタイムスタート。ストップ。これは最小公倍数の問題ね。すると答えはどうなる ?2 と3と4の最小公倍数だから12ね。12周したところで一緒になるわ。残念、不正解だぜ。え、どうして?直感でそう計算したい気持ちはわかるが冷静に問題文をイメージしてみてくれ。A 君が2周した時、B 君と C 君はどこにいる ?B 君はちょうど3周走り終わって C 君はちょうど4周。え、スタートラインにいるってこと?その通り。ちゃんと問題文に書いてあっただろう?正解は2周した時だ。霊夢のように最小公倍数で求めるのは、2分と3分と4分で1周する場合の問題だな。似てるようで解き方が根本的に違ったのね。やられたわ。では第6問。太郎くんはテレビを買いに行った。ちょうど大特価セールで値引き中だったぜ。A 社の50万円のテレビは25万円。B 社の30万円のテレビが20万円。C 社の20万円のテレビが18万円。さて、どのテレビが一番安く買えるだろうか?これも計算問題ね。シンキングタイムスタート。ストップだ。霊夢の答えを教えてくれ。これは簡単ね。答えは25万円引きの A よ。半額だもの。残念、不正解だ。じゃあ正解は?正解は C 社のテレビだ。嘘でしょ?たったの1割引きじゃないの。確かに割引率や値引き額を見ると C 社のテレビが一番小さい。だが問題で何を聞かれているのか忘れていないか?もちろん忘れてないわよ。一番安く買えるテレビよね。ではもし割引前だったら一番安く買えるのはどのテレビだ?それはもちろん C 社よ。そう。C 社が一番値段が安いのは明らかだぜ。一番安いテレビを判断するのに、必要なのはいくらで買えるかってことだろう?ということは、値引き後の値段で一番安い C 社のテレビが正解?その通り。割引率は物の単価自体とは関係ないからな。みんなも期間限定セールに踊らされて、必要ないものまで買わないようにしてほしいぜ。そうね、気をつけるわ。お得感に釣られないようにしないと。第7問だ。英語のテストでパーフェクトを次のように訳したら罰をつけられた。なぜだろう?何か文脈的におかしい訳し方をしちゃったのかしら?そういうわけではないぜ。それじゃあシンキングタイムスタートだ。ストップだ。霊夢の答えを教えてくれ。これに気づいた私は天才かもしれないわ。問題文では、壁が壁という漢字だけど、正しい漢字は下が玉の、壁という字よ。つまり漢字の間違いで罰をつけられたのね。大正解だ、観察力がついてきたな。やったわ、壁を全うすを昔習ったのが役に立ったわね。漢文か。懐かしいな。霊夢もちゃんと勉強していたんだな。もちろんよ、馬鹿にしてもらっちゃ困るわ。
第8問。以下のルールで、A たす B たす C イコール30を成立させる ABC に入る数字を考えてくれ。ただし、使う数字は1、3、5、7、9だけだ。桁の数は自由で同じ数字を何度使ってもいいぜ。例えば11のように同じ数字を2桁で使ってもいいし、A、B、C それぞれに同じ数字を使うことも可能だ。それくらいの縛りがないと簡単すぎるものね。やる気満々だな。それじゃあシンキングタイムスタートだ。ストップだぜ。答えはわかったか？ちょっと、これは不可能じゃない？そうか？奇数と奇数を足せば偶数になって、もう一回奇数を足すと必ず奇数になっちゃうわ。選択肢が奇数の数字しかない以上、答えが偶数の30になることはありえないわ。確かに奇数を3回足すと奇数になるな。でも、ABC は奇数にしろとは言ってなかったはずだぜ。それはそうだけど、奇数以外を使ったらルール違反になるからダメなんでしょ？どうやっても無理だわ。何かヒントはない？さっき言ったのがそのままヒントだぜ。奇数にしろとは言ってない。補足すると奇数とは2で割り切れない整数のことだ。それくらいはわかるわ。そして桁の数は自由ということをもっと柔軟に捉えてくれ。柔軟に？2桁でも奇数だし、3桁にしたら30を超えてしまうし。あ、もしかして下の方に増やしていけばいい？どういうことだ？小数点を使うのよ。例えば、1.5 たす 1.5 なら2つの枠を使って3という奇数を作ることができるわ。それならもう1つは27になるわね。素晴らしい発想だぞ。しかし、答えまであともう一歩だ。2を使うことはできないからな。あ、もう一工夫必要なのね。それなら、わかったわ。A に30の半分の15を入れて、BC にそれぞれ残り半分の 7.5 ならいけるわね。その通り、正解だ。それなら正しい式として成立するぜ。この問題は小数点を使うことに気づけるかがポイントとなっていたわけだぜ。桁は自由って言われた時は、上に増やしていくことしか考えられなかったわ。これは確かに頭が硬いと解けないわね。第9問だ。ある数から5を取ると18になる。この数から8を取ると50になる。この数から5と8を取ると10になる。共通する元の数とは一体何だろうか？シンキングタイムスタート。ストップだ。法則がありそうでないわね。霊夢が直感でありそうだと思った法則は何だ？出てくる数字よ。1と5と8と0しか使ってないわ。おお、目の付けどころはいいぜ。もう少し頭を柔らかくして考えると答えが見えてくると思うぜ。そうよね、頭を柔らかく柔らかく。もしかして、見方を変えることが必要かしら？お、いい感じだぞ。あ、ひらがなにするといいんじゃない？58から5を取ると18、8を取ると50になるわ。5も8も取れば10しか残らない。つまり58が答えよ。大正解だ、その通りだぜ。やった、これはかなりスッキリする問題ね。ちなみに、漢字の58でも正解だぜ。なるほどね。58から5を取ると18、8を取ると50、5と8を取ると10になるもんね。0は10としてしか出てこないから。漢字なら数字を3種類しか使ってないのがすぐわかるわね。変換はクイズではよく出てくる解き方だからぜひマスターしておいてくれ。第10問だ。太郎くんはクラスで瞬きをしない勝負をした。太郎くんは必勝法を持っていたので圧勝した。クラスメイトからはずるいぞと言われたが、ルール違反はしていない。その必勝法は何？瞬き我慢勝負なんて小学生男子がよくやりそうなことね。シンキングタイムスタート。ストップだ。ふふ、最近見てたアニメが役に立ったわ。おお、詳しく教えてくれ。最近某少年誌のヒーロー漫画のアニメを見ていたんだけど、相手を見つめ続けることで相手の能力を抹消できるかっこいいキャラがいたのよ。あのキャラか。私も好きなキャラだぜ。そうそう、マリサも知ってると思うけど、彼は瞬きをせずに相手を見つめ続けていないと、相手の能力を抹消し続けられないわ。そこで彼はある方法を取ることによって、瞬きをせずに相手の能力を抹消し続けることに成功したのよ。そう。常に目に目薬のような形で水分を与え続けたのよ。つまり太郎くんも目薬を刺し続けることで瞬きを回避してクラスメイトに勝利したのよ。自分だけ道具を準備しているから、クラスメイトからずるいと言われる点も筋が通っているわね。なるほど。
かなり面白い回答で驚いたぜ。しかし、必勝法とは言えないんじゃないか？なんですって？目薬を刺し続けても瞬きしないとは限らないし、むしろ刺した瞬間に反射で目を閉じてしまうことも考えられるぜ。それは確かにそうね。これはもうお手上げね、コウさんよ。よし、それなら実際に瞬き勝負をしてみるか。マリサが必勝法をやってくれるってことね。わかりやすくて助かるわ。それじゃあ行くぞ。用意スタート。意地でも必勝法を破ってやるわよ。あまり無理をしないようにな。あ、目を細めたら乾きにくい気がするわね。これならもしかしたら勝てるかも。もうすぐ限界だわ。あと少しだけ我慢よ。ふう、やったわ、私の勝ちよ。半目戦法で必勝法を破ってしまったわ。よし、これで私の勝ちだな。え、どうしてよ、先にマリサが瞬きしたじゃないの。ふふ、私は先に瞬きしていないぜ。霊夢、瞬きとはなんだ？ Google 先生に聞いてみるわ。まぶたを閉じてすぐに開くこと。あ、気づいたようだな。そう、私はまぶたを閉じたが開いてはいない。つまり瞬きをしていなかったんだ。これはやられたわ。太郎くんは目を閉じたまま開かなかったということね。それにしてもずるいわ。ほらな、クラスメイトの気持ちがわかっただろ。まんまとはめられたわ。第11問。あなたはタイムマシンを発明した。しかし、その開発に貯金を使い果たしてしまった。そこで、試運転で翌年の1月1日に行くついでに金儲けを企んだ。ロマンがあってワクワクするわね。さて、競馬の有馬記念の結果と、年末ジャンボの1等7億円の当選番号、どちらを調べた方が手持ちの1万円をより多く増やすことができるだろうか？ただし、自分が未来に行ったことで結果が変わるタイムパラドックスは起こらないものとするぜ。有馬記念って当たったらどれくらいになるの？年末に行われる大きなレースだが、今回の倍率は2022年を参考に掛け金が100倍になるものとする。シンキングタイムスタート。ストップ。これは年末ジャンボかしら。選んだ理由はなんだ？やっぱりたった300円で7億円も稼げるんだから、競馬よりも儲けることができるじゃない。競馬なら1万円をかけても100万円にしかならないわ。残念、2択で外してしまったな。え、明らかに金額が違いすぎるでしょ。確かに競馬で100万円にしかならないというところまでは合ってるぜ。しかし考えるべきなのは宝くじの買い方だ。買い方？売り場に行くだけでしょう？それはそうなんだが、問題は当選番号が分かってもその番号を変えるかどうかだ。どの売り場で出たかまでは分かるが、そういうところは大勢の客が集まっているものだ。あ、その番号を変えるか分からないわね。指定して買うわけにもいかないし、売り場の特定で少しは当選確率が上がるが、当選番号を知ってても知らなくても、当たりくじを手にする確率はそれほど大差ないと言えるだろう。一方、競馬は自分で選んでかけられるのだから確実に100万円にできる。つまり競馬の方が増やせるというわけだ。なるほどね。金額の比較に見せかけて、その情報をお金にする瞬間までイメージするのが必要だったわ。まさに頭の硬さが邪魔をする問題だったわけだぜ。第12問。A さんの奥さんが盲腸になった。しかし、一昨年にも A さんの奥さんは盲腸で手術していた。盲腸は手術をすれば再発しないはずだが、一体何が起こったのだろう？シンキングタイムスタート。ストップ。同じ人が2回なることはないという前提ね。その通りだぜ。じゃあ、この問題も見方を変えることが必要ね。ポイントは奥さんでしょう？ひらめいたようだな。回答を頼むぜ。一昨年の奥さんと今の奥さんが違うのよ。両方1回しか盲腸になっていないことになるわ。正解だ。2年もあれば離婚して再婚することは現実にもあり得るだろう。離婚直前に盲腸になって、結婚直後にまた盲腸っていうのも何か夫に問題があるんじゃない？考えすぎだと思うぜ。いや、その可能性もあるか？いや、冗談のつもりだったんだけど。第13問だ。あるものを1個買うと60円なのに、同じものを2個買うと20円になった。さて20円に減ったものとは何？シンキングタイムスタートだ。ストップ。普通は購入する個数が増えるほど値段は高くなるわよね。それはそうだな。それなら、
減ったものはお会計の合計金額ではないわね。あ、もしかして。お、何か思いついたか？正解はお釣りよ。40円の商品を1個買うと100円で支払った時にお釣りは60円。もう1個買えば合計金額は80円で、お釣りは20円でぴったりだわ。大正解だ。論理的に正解を絞れたな。最初金額が変わるのは商品の値段しかないと思ったけど、丁寧に考えていったら答えを導けたわ。この調子で残り2問も頑張ってくれ。では第14問。とある鉄道会社にこのような説明文があった。子供の切符の料金は大人の半額です。ただし大人の料金が150円のように奇数の場合は、子供の料金の1の位を四捨五入し、例えば75円の場合は80円となります。この文章の決定的な間違いはどこ？よく見る文章に見えるけど、シンキングタイムスタート。ストップ。これは思い込みを捨てて注意していれば簡単ね。では回答を頼むぜ。150円のように奇数の場合、とあるけど、150はどこからどう見ても偶数よ。お見事、正解だ。でも、こんな感じの説明は見たことある気がするけど、みんな間違ってたってこと？いや、私も調べてみたが、10の位が奇数など矛盾の内容に書いてあったぜ。言いたいことがわかるから、そこまで細かく見てなかったってことね。今度から気をつけるわ。では第15問、最終問題だ。あるお屋敷に大きな柱時計がある。毎時0分になると時間の数だけ鐘が鳴る。1時には1回、2時には2回、3時には3回というように、5秒間隔で鳴るようになっている。では現在の時間がわからない人が、今が6時とわかるのは、6時0分ちょうどから何秒後だろうか？計算方法も合わせて答えてくれ。結果が合ってても途中の式が間違ってたら不正解にされるのね。シンキングタイムスタート。ストップ。これは引っ掛け問題ね。自信満々だな。回答を頼むぜ。答えは25秒後よ。6回だから30秒後と答えそうだけど、1回目が0秒の時点でなってるんだから、2回目が5秒後、3回目が10秒後って感じで、6回目は25秒後ということよ。おお、素晴らしい計算力だな。だが不正解だ。え、計算は合ってるんでしょう？鐘が鳴る時間の計算は合ってるぜ。それなら不正解になる理由がわからないわ。6回目が鳴ったらわかるでしょう。本当にそうか？6回鳴った後も鐘が鳴る可能性はないか？え？もちろん7時や8時なら続けて鳴るけど。そう。6回目が鳴るのは6時から12時のすべてだ。6時と確定できるのは7回目が鳴らない時点、つまり30秒後が正解となる。これはやられたわ。鐘が鳴る時間だけじゃなく、鐘が鳴らなくなる時間も重要だなんて。これも見落としがちな盲点だろう？そうね、頭が硬いことを思い知らされたわ。これで全問終了だ。霊夢は10問正解で見事柔らか脳判定だ。視聴者のみんなは10問以上正解の柔らか脳だったかな？やったわ。でも最終問題で完全にはめられちゃったから、とても悔しいわ。リベンジしたいからまたお願いするわ。もちろんだ。このチャンネルでは、これからも面白いクイズをたくさん出題していくぜ。視聴者のみんなもぜひチャンネル登録して私と一緒に挑戦してみてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。